まあ元ツイッター社長のジャック・ドーシーさんがまあビットコインを押しているっていうのはまあ割と結構、世の中に知られているかなと思うんですけどついこの間、この彼がイーサリアムとウェブ3これをねディスるようなツイートをしましたとでこれによってまあいろんなところで炎上してですねあのだいぶ燃え上がっているのでまあ今日はそのドラマとこのニュースちゃんとまあツイートを見ていかないと。 誤解する点もあるかなと思ったんですよね。なので今日はちょっとそういった誤解を、まあ、解くみたいなところでも、まあ、最後に触れていこうかなと思います。皆さんこんにちは、ゆうすけです。このチャンネルでは海外の暗号資産のニュースとかね、まあ、そういったものをまとめていたりするので、ぜひ、えー、チャンネル登録して、いいねをして、ベルツイッチも押してみてください。あとはメンバーシップもやってるんで、ぜひメンバーシップ見てみてください。今日はね、バランサー。 d f i の中でも結構有名なこのバランサーが新しい面白い取り組みをしているのでそれの実際の使い方とかどういう風に参加するのかとかねいろいろ紹介ステップバイステップでガス代を含みでねやっているので見てみてくださいあのラーメン1杯分で月入れるのでぜひそちらでお会いしましょうあともう1個グッズもね販売しているのでぜひコインクラブショップ見てみてくださいさて ツイッター社長のジャック同士・ドーシあ元社長ですけどね、まあ、彼は、えー、スクエアを立ち上げた人でもあって、まあ、スクエアを、ねまあ、ブロックっていう名前にするだけあってもう今、ね、ビットコインとかブロックチェーンの境にもうどっぷり浸っている、まあ、そういった人なんですよねでじゃあ彼がわ割とビットコインを信じているっていうのは分かってるんですけどここまであからさみにイーサリアムと Web3 を叩くということはなかったんですよじゃあ何が起きたのかまずこれなんですけどツイート出てきますね、まあ、ここで何を言っているかというと 結局 Web3 っていうのはベンチャーキャピタル投資家、機関投資家だったりとかあとは LP 流動性を提供するまあ人たちに所有をされているとだから Web3 っていうだけでピアトピアで僕たちコミュニティで持ってるぞみたいなことをあの考えるのはえよろしくないとまあ結局ベンチャーキャピタルの人たちが影響力を持っているのである種中央集権からは抜け出せてないよねそれは理解した方がいいっていうことを言ってるんですよで これがまたスパークもう火鉢を火花が飛んでるんですね、ここから。もういろいろ山火事が起きてるんです、今。で、火事の中身に入っていく前にそもそも Web3 って何って思う人もいると思うので簡単に説明すると Web2 っていうのが Facebook だったりとかまあ今のテック企業みたいなところですよね。これ、いろんな定義があるんですけどまあよく言われていたりするのが情報は分散化されたけど 力は中央集権型のままになっているとつまり一部の人がその情報のコントロールができるような、まあ、一応そういった世界っていうのが Web2 だよねと Web3 になるとここのパワーが分散化もされますとつまり一部の人が全て情報どの情報が出るべきかっていうことをま決めるわけではなくてそれはコミュニティとして決められたりとか、まあ、誰もコントロールすることができないよねということがまあまあ一つの Web3 の特徴でもあるかなというふうにまあ思ってます。 いますますあそれ以外にもいろいろあるんですけどまあ、そんなところにしておいてじゃあ、まあ、じゃあこれについてまあ、どこで炎上してるかというと例えば元コインベースの CTO のバラジさんという人が、まあ、このツイートで長々といろいろ言ってるわけですけど、まあ、結局何言ってるかというと、まあ、その Web もちろん3.0っていうのは完璧ではないけど Web2.0 と比べたら例えばプラットフォームが急にバンしてくるとかさ、えー、まあそういった一部のまあ 権威者の力の乱用みたいなところが防げるっていうのは Web2.0 よりは明らかにあるところなので構造的に Web3.0 の方がまあいいよねっていうことを言っているということだったりとかまあもちろんこうコミュニティベースでまあボロッシに何かがあるとまあ経済的にダメージを負う人もいるからコミュニティが責任を持ってえーオーナーシップを持って参加をしているっていうまあそういった 気持ちとか形みたいなところが大きい違いですよねみたいなことを言っていると。なので、まあ、Web3.0 が、まあ、BC だけにこう、ね、オーナーシップを、まあ、持たれているというわけではないだろうということも、まあ、この彼の視点から言われていると。まあ、その他いい、まあ、いろんな有名人がいやいやもう web 3のことディスるなんてみたいなことで、まあ、結構盛り上がってるわけですけどまあ、ちょっとね、ここで勘違いしちゃいけないかなと思ったら確かに彼がツイートした内容がちょっと勘違いを起こしそうかなと思ったので、えー、ちょっとクリアにしておきたいなと思ったのがあの web 3イコール BC に求められてるっていうそういったシチュエーションにはなってないのでそこはね気をつけた方がいいかなと思いました。まず何を言ってるかというとう web 3の ダップの中で bc に握られちゃってるみたいなプロジェクトもああるるよよねとででそれは確かにあるんですよただ、それがすべてじゃないよということですね。例えば、プロジェクトの中で初めてトークンを発行するときにまず最初に BC のラウンドを行う、ベンチャーキャピタルの人にお金を払ってもらって資金を調達するっていう人もいるんですよ。 また、プロジェクトによっては、BC なんかもう役に立たないから、いらねえと、コミュニティからすべて金を集めるって言って、BCNG にしてるところもあったりするんですよ。なので、そういう意味では、別に BC がどうのこうのって、プロジェクトによって変わるので、Web3 がっていう、まるっとしたくくりにしちゃうというのは、ちょっと勘違いが起きやすいかなと思ったので、ちょっとここで言っておきたいなと思ったところですかね。あと、Web3 って、例えば DAO みたいなところも入ると思うんですけど、DAO って基本、コミュニティが 一緒に持っってて運営するっていう、まあ、CEO とかそういった感覚のない分散型の組織なんですけど、まあ、特にそれはすごくねあの分散化されて BC にコントロールされてないケースもあるので、まあ、そういった意味ではいい例かなと思います。 まやっぱりね分散化してるぞとかいう Web3 だって歌ってるけどそうでもないとこってあるんですよ。例えば個人的に思うのはユニスワップなんかそうかなと思ってて Web3 の DEX のもう代表的な事例だよねとかってよく言われるんですけどでも SEC がなんかいろんなコインベースとかに対してこうなんか脅迫をねすることを見て。 やべっつってその運営側がこのトークンをやめよとか言ってそのリスティングから外すとかっていうのをコミュニティ関係なしで一部の人だけ決めてやっちゃってたりすることもあるんですよまあだからそういうことを見ると一部のユニスワップの機能だけ見たらまあ確かに Web3.0 っぽいなっていうところもあるけど大枠を見るとやっぱりあの一部の人がコントロールしてるんでま中央集権型の世界から抜けきれてないよねみたいなところっていうのは確かにねあったりするかなと思いますね、まあ、ちなみにあの参考程度ですけどねあの今回まあ こうやってイーサリアムのことをディスられてるんですけどイーサリアムって自分の理解が正しければコミュニティのラウンドから始まっているはずなんですよ、まあ、今かで言うともしかしたらベンチャーキャピタルも入ってるかもしれないけど基本的にはコミュニティのセールから始まっているはずなので、まあ、そういった意味でもねイーサリアムがディスられるっていうのが、まあ、なんかちょっとよく分かんないなという気がする、まあ、ということなので、まあ、結構世の中こうやってねビットコイン支持者からすると結構極端にこう分散化っていう 観点でイーサ a r ム m レイヤー1ソリューション含め全部ですね、ちょっとこう、下げすまれても見られるみたいなことっていうのはあったりするですよ。なので、まあ,あ、それは一例あるかもしれないんだけど、それが全てのではないので、バランスを持ったね見方っていうのができるようになると、すごくいいのかなというふうに思いましたけどね。はい、ということで、どうですかね、こういったまあクリプトのドラマ、いろんなところで発生すると思いますけどね、またちょっといろいろまとめて、面白い話があったら紹介したいなと思います。ぜひ皆さん、 チャンネル登録とグッズとメンバーシップ待ってますバンカー使いこなせるようにねちょっと一個一個ステップステップ教えるのでぜひぜひ寄ってってくださいではではまた次のとこでお会いしましょう